来たか。お前がユーミルが言ってた補充だな。警備隊へようこそ。ここにはいろんな目的のやつがいるが、お前は？って、その前に名前か。ノアだ。外の世界を見てみたくて。おお、私と一緒だ。気が合うね。私も村でさ、外の世界で大変なことが起きてるって聞いて、それで飛び出してきたんだけど、どこ行ったら何が起こってるとか分かんなくて、でも全力疾走してたらここにたどり着いた。うんうん、気持ちわかるよ、ノア君。私の名前はリャン。ここでは私が先輩だから何でも聞きたまえよ。お前も2日前に来ただけだろう。あ、ミオ姉さん、行っちゃダメ。ガオーだ。このタイじゃ一番古株だ。といっても警備隊は公設の傭兵みたいなもんだ。任務として何でもやらされるし、いろんなやつが来るし、長い付き合いになるか短い付き合いになるかは分からんが、その間はよろしくな。ミオだ。東方からここに。リャン先輩だぞ。でもここって帝国の連中も来てるけど、帝国と一緒に任務ってこと？そんなのあるんだ。諸国連合と帝国は過去にいろいろあったが、最近は親善みたいなことをしている。まあ上のことはよくは分からんし、そういう連中は口先と腹の中で違うことを考えてるだろうしな。まあ俺たちは任務をこなすだけだ。丘の上の村長の屋敷が臨時の司令部になってるらしい。行くぞノア、お前。うんうん、頑張るんだぞ、ノア君。お前も初任務だろうに。これで大体の手配は終わった。まったく、議員連のじいさんたちめ。親善のためとか言って、厄介事を押し付けて。っていうか、戻ったらぎゅうぎゅうに締め上げてやるんだから。お嬢様、すぐにノールスターに戻られるのですか？少しは息抜きをされては。この村は気候もいいですし、何日か滞在なさっても
そんなことしてられないわよ。あいつらどうやっても私のことを認めようとしないからね。なら連中が認めざるを得ないぐらい、2倍でも3倍。お？あなた警備隊のよね。この共同作戦、何としても成果を上げる必要があるわ。で、まあ現社の魔導レンズとは言わないわ。ルーンの遺跡を見つけたらボーナスが出るように手配しといたから、頑張ってちょうだいよね。期待してるわよ、ハンサム君。ほら、行くわよ、ユンカス。はい。あと、チキンはお土産にできるか聞いてきて。今のは？ペリエール城だ。この辺りを領地としているグリム家の若き元統。なんかハンサム君って上の覚えがめでたいようで。え？さて、ここがそうだな。今回は帝国側との共同任務。何でも帝国の士官様が一緒に行動するって話だ。行儀よくしとけよ、リャン。もちろん。って、なんで私だけ？注意、そろそろ諸国連合のメンバーが来る頃です。ありがとう、エルディ。君は今回の共同作戦をどう？有効は悪くはないと思います。我々軍人の最大の願いは働かないで済むことですから。そうだね、この友好が本物ならね。おっと、そっちの軍人さんが帝国のかい？諸国連合の警備隊の方ですね。話は聞いています。ガルディア帝国第一軍中尉のセイ・ケースリングだ。今回の調査隊の一隊を率いることになっている。ずいぶん年若い中尉さんだが、貴族の坊ちゃんってとこかい？僕の素性を詮索するのは任務に入ってるのですか、獣人殿。確かにこれは失礼した。聖中尉の副官を務めるヒルディです。共同任務の目的は発見の情報が。場所は分かってないの？発見したのに。発見者は森で迷っている間に遺跡を見たということです。それで戻るまでさまよったので場所が分からないと。はい、我々の隊の捜索担当は。この辺りの地勢には帝国側はあまり詳しくはない。
うんうん、それは。あ、私は2日前に来たばっかりだけど。こちらの準備は終わっている。さ、ああ、そのために来たんだからな。捜索本隊の先導では、行こうか。君も警備隊のメンバーじゃないのか。え、あ、ああ、うん、俺の名前はノアだ。そうか、先に行く。遅れないように。確認します。我々の目的は北の森を抜けてルーンの遺跡を捜索、その位置を確定することです。ああ、分かってるぞ。
レイヤよっはっはっとどめですこんなもんさここがおそらくあんたが言ってた森になるぜ、注意殿。進もう。うちのノアはこんなに可愛げあるのに。ほら、バカなことを言って。こいつは厄介だな。捜索隊の本体だ。少し。何を。うわこれは魔導レンズの魔法か。帝国では魔導レンズの力を増幅させる研究も行われている。すごいな。俺にはあんな使い方はできない。あれ、ノアもレンズ持ち？私も。ほーら、出ろ出ろ出ろ。今ちょっとだけ見えたでしょ？魔法は使えないっぽいんだよね。魔導レンズは所有者の才能に左右される。なるほど。そうなるとこの隊は全員、あんたも？ええ、一応なら
しかし制御リングか、すごいな。ノアの村ってどんなとこ？山奥の田舎の村さ。両親は警備隊に入るの賛成してくれた？うち。いや、両親はもういない。あ、ごめん。大丈夫。村のみんなが家族みたいなもんだったし、マーサおばさんはすごい心配してくれたけどね。そろそろいいかな。さあ来い。終了。他に敵影なし。得るものがあった。敵か。一房そよぐことなし。得るものがあった。
敵か。何かの祠か。何もなさ。この霧、嫌な。どうやらピクニック気分。泳ぐことなし。ふむふむふむ、こいつはなんかおかしいですぞ、ノア君。終了。他に敵鋭なし。経験が力になるのさ。やはりもそのようだ。この祠、何か。おお。さーて、覚悟しなよ。やっ！ やっ！ 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 やっ！
それで勝ちだ。紙一房そよぐことなし。何かの仕掛けがある。魔導の結界か装置があるのでしょうか。もしかしたら、つまりどこかに何かあるってこと。おお、君、敵か。これでどうだ。ふっ、よよよよよ、はっ、剣の力を。終了。他に敵影なし。もう何なのよ。おお、しかし姿が。そこだ、上。敵か。
ですか。立ち上がって剣の力を。行くぞ。終了。他に敵影なし。今のはフォレストイーターだな。俺の村の近く。俺たちの技術っていうか経験。ああ。ガオーラ、その名で呼んでいい。ありがとう。ああ、なんか違うが。ミオと申す。あれれ、自己紹介してなかったっけ。リャンだよ。私の活躍もちゃんと見てた？見てたよね。一応。帝国に戻ったら噂してもいいよ。すごいかっこいい子がいたって。ノア。先、じゃあ先へ進もうか。ああ、調子に乗ってる。これは何したの？霧が晴れていく。どうやらもしかしこれで先に。これはルーンの遺跡の痕跡のよ。これはもしかして、もしかして、もしかすると当たりかも。もう少し。注意さん。ほらほらほら、私も言ったじゃん。だが、入り。この遺跡がま。
ルーンの遺跡と魔導レンズを。それじゃあこれで遺跡発見ってことでいいんだね。いや、目的の、ああ、それが存在する可能性が。そういえば村で会ったお嬢さんも、いふん、我々が持つ、ええ、未だ数えるほどしか。なら話は簡単さ。お、君は、ああ、ここにはまだ見たことでは内部、さて覚悟しなよ。おちゃー、おちゃー、とどめです。やったぞ。戦闘終了。他に敵兵なし。何か、あれを。なんだろう。原初の。本当にそれだとしたら大手柄。手柄というか、どこかに。せっかくここまで来たんだ。